も、こんにちは、こんばんは、ウラヌスです。今日はですね、ベンチマーク編ということで、新しくね、組んだ、この自作 PC の性能面をね、いろいろと測っていきたいなと思います。その前に、ちょっと皆さんにね、お伝えしたいことがあって、前回ね、PC を組んだ動画を上げさせてもらったんですけど、そこでね、ちょっと一つアドバイスをもらいまして、どうやら、グラフィックボードに8ピンの電源ケーブルをね、まあ1本、まあそっからの分岐でもう一つ補助電源を接続するっていう方式を取ってたんです。まあこれでも問題なく動いてはいましたし、あんまりね、性能面的にも変わらないっぽいみたいなんですが、まあやっぱりね、2本、ちゃんと別々で電源にね、接続をして、1本ずつちゃんと8ピン8ピンそれぞれつけた方がより好ましいという情報をいただきまして、まあでも確かにそう、それはねきっとそうなんだろうなというふうに思いましたので、実はね、配線の方やり直してます。ちょっとねそこをねお見せしようかなと思って、とこんな感じでね、実は電源ケーブルを全部やり直しました。めちゃめちゃね配線綺麗になったんじゃないでしょうか。そしてね、グラボ側の方も電源の方をね、1本プラスアルファでケーブル持ってきまして、まあ、ちゃんと2本でね、通電してるという状況です。はい、ということでね、シネベンチ R23 をね、回していきたいと思います。ちなみにシングルのスコアは1720ポイントと、いう形でやっぱそれなりの数字が出ているという状況です。じゃあマルチのねスコアの方を見ていきたいと思います。ではマルチの方をスタート。はい、終わりましたね。いや、さすがのスコアですね。2万ポイントを超えてきてます。オーバークロックとかもね何もしてなくて標準のね状態で使ってるので、まあこれが最大効率かって言われたらそうじゃないとは思うんですけど、まあそれでもかなりいい数字が出てるんじゃないでしょうか。で、あとやっぱ驚いたのが、あれですね。CPU 温度、全然上がんないですね。最大でも80度だ。やっぱ280ミリのラジエーターにしたことの効果はね、これ出てるんじゃないですかね、おそらく。次はね、グラフィックボードの性能をこちらの FF15 ベンチマークで見ていきたいと思います。標準品質 Full HD の設定ですけど、まあ、FPS もかなり出てましたね。快適な感じでした。で、まあ、最後にね、スコアの方も出てくるんですけど、もともとウランスさんが使ってた GTX1080 に比べると、まあ、2倍ぐらいね、差がありました。今ベンチマーク中でね、グラボのファンめっちゃ回ってますけど、めちゃめちゃ静かっすね。ではね、次はこれを入れ替えた状態のシネベンチ R23 をやっていきたいと思います。まあメッシュパネルとねガラスのパネルを入れ替えたらどんだけ違いがあるのかなと気になってやってみたんですけど、まあ、性能自体はね全然スコア変わらなかったんで、まあ問題なさそうですね。まあ、ただし、温度面に関しては若干違いが出まして、まあ、温度が最大84度ぐらいまで上がっちゃってました。さっき80度で収まってたんでね。まあ、やっぱりエアフロー面はメッシュよりもちょっとガラスの方が悪くなっちゃうという感じみたいです。はい。ということでね、今度は FF ベンチ回していこうかな。ガラスパネルをね、まあ下にすることによって、まあ、メリットとしてはグラフィックボードのファンの音がねより一層静かになったというか聞こえづらくなったかなというところはありました。まあ、ただねやっぱエアフロー面的には吸気がしづらくなっちゃうのでちょっと性能面のところが落ちちゃったかなと。スコアも少しだけですが落ちちゃいました。次はねちょっと実際のゲームでね試してみたいと思います。試してみたのはこの Apex Legends のゲームでして、まあ、標準ぐらいのね、画像設定にしてあります。で、ちょっと重たいね、場面とかでは 140fps とかたまに出てましたけど、まあ基本はね、200超えて、まあかなり快適なプレイがな、できていたんじゃないかなと思っております。
はい、ということで最後にですね、動画編集のソフトについても少し触れてみたのでね、感想をお話したいと思います。でダヴィンチリゾルブをね使っていつも編集をしてるんですけど、まあやっぱり最大の違いは書き出しが早くなったっていうのと、あとこのプレビューですね。編集してる時ってまあやっぱりどんなエフェクトがかかってるかとか、どういう風に文字がテキストがね表示されるかとかっていうのをね、このモニターで見ながら編集してるんですけど、これが前の PC だと結構固まっちゃったりとか、あと飛び飛びになっちゃってね、全然どんなエフェクトが反映されているかっていうのが画面上でリアルタイムに分かんないっていうのがね発生しちゃってたんですけど、まあこれはねかなり快適になりましたよ。やっぱりメモリもね 64GB に積み増ししてあるので、そういった処理のところもちゃんとねサクサクとねやっぱり処理してくれるっていうところが一番の違いかなと思います。まあ、この辺のグリッチエフェクトとかね、こういうテキストの表現とかってね結構ね描写が遅れたりするんですけど、もうほぼリアルタイムに遅延もなくね表現してくれてますので、まあ編集者としては本当にこれありがたいですね。これがねやっぱこの PC を変えた一番の目的でもありましたので、ここが効果出たっていうのはねとてもね良かったんじゃないでしょうか。まあ、これまでね、まあパーツ選びで組み立て編で今回ベンチマーク編っていう形で来てますけど、まあやっぱり総じてね組んでみて良かったっていうところしかないですね。まあ、初めてのことでねかなり勉強にもなりましたし、あとやっぱり目的に合わせてスペックアップもできて、まあ、今後より一層ねこういった編集とかもねやっていきたいですし、あと 3D モデリングとかライブ 2D モデリングとかね、そういうところでもね活躍してくれるんじゃないかなと思っております。で、まあ、今後についてはちょこちょこねまだレビューしたい商品が残っていて、まあ、ちょっと撮影をしながらね、合間合間見つけて編集してまたアップできればなと思っておりますので、ぜひねチャンネル登録をしていただけると嬉しいかなと思っております。はい、というところで、まあ、今日のね動画はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。